皆さん、ごきげんよう、今日は視覚の初期処理に関わる神経基盤を取り上げていきます。私たちが体験する視覚世界は非常に安定しています。明るくても暗くても、物の輪郭ははっきり分かりますし、動きながらでもそれほどぶれることなく、辺りを見渡すことができます。この体験は、目に映る情報そのものだと思いそうですが、そうでもありません。人間の目は水晶のような構造のため、上下左右が反転して網膜に投影されます。 さらに A の写真のように血管が張り巡らされ神経の内盲点には光が入らず視野中央の中心界以外は解像度が低くぼやけています不足した情報を補うため多様な方法を使って B の写真のような視覚世界を作っているのですこの体験はノイズや外乱の影響を受けやすい生の感覚入力からより安定した普遍的な外界の特徴を抽出して加工することで実現しています この加工作業は目の神経細胞から始まり、肝脳の外側質状態、初期視覚や視覚前の側頭用や頭頂用といった複数の領域で行われます。右半身は左半球の運動や、左半身は右半球の運動やでコントロールします。視覚も同様に交差支配されていますが、少し複雑です。左視野の情報は右半球に、右視野の情報は左半球にそれぞれ投射されます。左目でも右目でも左視野であれば右半球の視覚やに投射されるというわけです。 眼球には水晶体と呼ばれる柔らかいレンズ構造があり、毛様体筋の力でその厚みを変化させて、自動的に焦点調整を行います。レンズのすぐ前には光を遮るための色素が分布する光彩があり、その伸縮で瞳孔のサイズを変化させて光が入る量を調節します。対象が結合される面には光センサーである子細胞がびっちりと分布した網膜が存在します。感度と子細胞の数は場所によって異なり、黄斑中心部分である中心化の感度が最も高くなっています。 そのののようなな感度の不均一さにもかかわらず、私たちは歪みいい視覚世界を体験しています。網膜で捉えられた光信号は、網膜内神経回路で高度な情報処理を経た後に脳に送られ、さらに脳での多様な処理を得て初めて映像として認識されます。網膜は大脳に見られる層構造と同じ構造を持っています。取り込んだ情報を的確に処理するために必要な細胞が合理的に配置されています。 網膜の外表面から神経節細胞、双極細胞、死細胞が直列に配置され水平細胞やアマクリン細胞が横切る形で配置されていますそして死細胞の先端部は真っ黒な色素上皮層に包まれた形になっています網膜に入った光は神経節細胞層、内下流層、双極細胞層、外下流層を通り抜けて死細胞外接層の光感受性部分に到達する仕組みになっています 三層構造になると感度は低下しますが、中心化の部分は神経節細胞と双極細胞が押し倒された形になっており、入射する光が視細胞に直接入るように設計されています。また、光感受部分が黒い色素上皮層に包まれているのは、入力された光が拡散しないように吸収するためです。視細胞には、肝体と水体の2種類があります。1つは光感受部分が棒状になった肝体です。その数は約1億個あります。もう1つは三角形になっている水体です。 その数は数は百万個です。艦隊は光に対する感度が高く、夜間など照明が暗い場合の暗所視で機能します。衰退は光に対する感度は低いですが、高解像度で、明所視で機能します。衰退には光の波長に対する感度が異なる細胞があり、最適な波長の長さは順に L 衰退、M 衰退、S 衰退と呼びます。ロング、ミドル、ショートの頭文字です。可視光は波長が長いと赤、短いと紫に見えます。これらの細胞で波長に対する応答が違うことを利用して色の処理が行われます。 艦体は1種類しかないので暗所視では色覚は生じません。視野の中心にあたる部分は、視細胞以外に他の細胞や血管が存在せずにくぼんでいて、中心化と呼ばれています。中心化では高密度の衰退のみが存在します。衰退の密度は視野中心から5度以上離れると急激に低下するため、同じ刺激サイズであれば視野周辺では色覚が著しく悪くなります。視野角の一度は腕を伸ばしてサムズアップした時の親指の幅くらいです。 細細細胞胞胞はは双双極極とシナプス結合しさらに双極細胞は網膜神経物質細,細胞が網膜の情報処理の最後の神経細胞です。その軸索が眼球の外側に出て視神経と名前を変えて中啓核の外側質状態にシナプス結合します。眼球で視神経の出口である部分は視細胞が存在しないため光に反応しません。この部分を視神経円盤といってここに対応する視野上の領域を盲点と言います。 普段、盲点の存在が意識できないのは、眼球運動が高速で行われ、盲点の情報は周囲の情報で保管されるためです。一点を見て、ある対象を近づけたり話したりすると、盲点の入った情報が消えます。右目を閉じて左目で右のイラスト、左目を閉じて右目で左のイラストを見てみましょう。盲点が体験できるかと思います。 左右の目の視神経は眼球を出た後に中央に集まって、左右の目の網膜の内側部、鼻側の視神経は反対側に、外側部、耳側の視神経は同側に投射されます。従って、眼球の左側に結合した右視野の情報は左の外側室状態に向かい、眼球の右側に結合した左視野の情報は右の外側室状態に向かいます。視神経が交差する部分を視交差と呼びますが、人の場合には視野の半分のみが交差して反対側に連絡するので、反交差と言います。 眼球の鼻に近い側からの視神経繊維は確かに体側に交差しますが、中心より耳に近い位置からの視神経繊維は交差せず、そのまま同じ側を通って脳に向かいます。左視野からの光入力は、左目の鼻側と右目の耳側に入力します。左右別々に受けたものですが、共に左側からの情報は、右半球の初期視覚や V1 で処理されます。左右の網膜から外側室状態に投射された視覚情報は、位置情報を保ちながら大脳皮質の V1 まで送られます。 外側室状態から V1 までの経路は、5mm ほどの外側室状態から 4cm ほどの V1 まで光が広がるように伸びているため、四方線と呼ばれます。V1 では中心下から入力される情報を受け取る部分が大きく、網膜周辺部からの入力を受け取る部位は小さいです。好感度の質の高い情報をより重要に扱うための機構だといえます。外側室状態からは四方線を経由して、高頭用の一時視覚や V1 へと投射されます。V1 のは高頭用内側の長距離口、BA17 の付近に位置します。 消去光は有線皮質などとも言われ、質表面と平行に走る密な有水軸柵で作られた線状であることを由来に名付けられてもいます。外側質状態は V1 ののそばからも逆光投射を受けています。V1 のは外側質状態と同様に網膜の位置関係が保存されて投射されます。網膜から始まり外側質状態、V1 に至る投射は網膜 V 極材、レチノトピーと呼ばれる一般的性質を持っています。 レチノトピートは、網膜で隣接する細胞が標的部位でも隣接する場所に情報を送り込むという構成機構を示しています。視野の中心は V1 の,の後部にマップされ、視野周辺に行くにつれて前方へとマップされます。左視野は右半球、右視野は左半球、また上視野は下側に、下視野はマップされます。網膜上の位置関係が持たれるとともに、視野中心に近いほど、質に占める割合が大きくなります。これは中心下の神経節細胞が多いことを反映しており、視野の地図は中心ほぼ誇張されて歪んでいます。 小さな交点が視野に出現した場合にも広い領域の神経細胞を発火させます。その最大応答に対応する場所がレチノトピー内にあります。また、網膜と V1 の間には地図をかけるような繊維結合配列はありますが、視角は神経細胞の発火分布パターンに基づくため、厳密な位置を表しているわけないことを留意する必要があります。V1 の 2mmm4 法の断面図です。V1 は6層構造となっています。外側室状態からの視覚情報は4層にある目有 e 円中には投射されます。 外側室状態で保持された左目と右目それぞれから入力された位置情報を含みます。2、3、5、6層にはブロックと呼ばれる円柱構造が存在し、色を分析する機能が備わっています。4層以外には特定の傾きに選択的に反応する方位円柱が存在しています。2mm4 方の質には、完全な2組の目優位円柱、16個のブロック、そしてブロック完了域の細胞には、180度のどんな方位にも対応できるような方位検出構造が存在しています。 中を発見したヒューベルト・ウィーゼルは、空間にある一点の像の分析には、優先皮質の 2mmm4 方の断片が必要であり、十分であると提案しています。この大きさが必要な理由は、この部分を取り除くと視野内のその対応箇所が盲点になってしまうからであり、この大きさで十分な理由は、この部分には一方の目で見て、それを方位及び色を有する輪郭として分析するのに必要な神経機構がすべて備わっているからです。このような脳組織の単位は、皮質モジュールと呼ばれています。